そう、俺さ、はい、その前もさん針打ってる頃に、はい、ね、すいません今もうタイムキープとか全然なんですけど、全然ね、しゃべらせてください、大丈夫ですよひげ脱毛行ってきて、あ、脱毛行ったんですか、脱毛サロンみたいなところ行ってみて、はい、もうさすがにちょっとね、もう化粧のりとかのこともあるから、まあありますからね、あなたの場合は、うん、はい、もうざっとやりてえなって思って、はい、で、やるんですよね、なんか最初、はい、なんかオピニオン的なものを受けてね、うん、あ、大丈夫大丈夫ですね、うん、もうガンガンやっちゃってくださいっつって、うん、でその日はもうその打ち合わせとな契約と、はいはいはい、なんかお金だけコースで払って帰るかと思ったら、うん、あの一枠スタッフ空いてるんでやってきませんか今日って急に言われて、何の心の準備もないままにねでどうしますかと、はい、なんかあの、まあ、いろいろあの麻酔の塗るやつとかありますけどって言われたんだけど、いやいや俺本当にその分かんないから、まあ、一旦なしでつっちゃったのよ一旦もう素で行っちゃってくださいって俺いろんな話聞いてるけど、そのチョイス多分死だぜだから結局そう、ヒゲ脱毛って、うん、まあ、脱毛ってそうだけど、うん、あのだんだん濃い毛を何回も時間かけて召していくから、はい、ヒゲが多い時の方が痛いのよね。そうだよね。で、うん、顔はあの薄いから骨に近いから、うん、特に痛いのよ体の中でも。らしいですね。で無麻酔なのよ、うん、で始まるじゃん、いや行きますよ、うん、チッピッみたいな、うん、だから こっから順番にこうチッピ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 ッってやっていくんだけど、うん、ほんとね、あの痛すぎて、うん、仲間の居場所全部吐くかと思う何でも言いますっていう気持ちになっちゃって、このままあのね、表面上はね、やっぱ結構痛いですねって皆さんこれ無麻酔でやるんですかとか世間話してんだけど、うん、もうね、手の指ギューの足の指ギューでずっと食いしばっててもう史上一番痛かったかもしれないで自分で麻酔なしでって言っちゃったから、言っちゃった手前待って待ってとも言えずで、うん、で始まっちゃってるし、気持ちいいですみたいな、なんかあのイメージとしては、ね、うん、なんだろう、あの、ね、俺がその受けてる時のイメージは、うん、ね、なんかね、よく輪ゴムパッチみたいなねとか言われるじゃない、あ、ね、あのパチパチパチってやられるのと一緒とか言われるね、うん、それなんか俺のイメージは俺の、まあ、ここにいるとするじゃん、俺が、はい、いるね、したらあのストライクみたいなやつがいるんだよ、ポケモンのカマ、両手がカマのやつがいて、うん、そいつが、うん、あの顔を切るわけじゃないの、うん、顔スレスレをシュッってやったら、うん、その衝撃波が当たって、うん、ってなる、カマイタチ、あ、そのカマイタチを120発、うん、あの鼻穴の内側とかめちゃめちゃ怖かったの、人中来る時、あ、ここ怖いね、サイドからこう来て、サイドからこう来て人中行きますの時、本当に死ぬって行くみたいになって、もう死を覚悟したわけだ、めちゃめちゃ痛くて本当に嫌だった、二度と行かねえと思ったけど、うん、その後ちゃんとね、ヒゲがね、うん、暮らしてたらポロポロポロって落ちてきて、あ、落ちるんだ、そう、それが幸せで、うん、次どうしようか次はちゃんとクリーム塗ろうウキウキしてるね、最近ね、我々忙しい中でもこうやってなんか非日常をやっておりますんで、まあ元気でちょっと言いましょう知って本当にでもヒゲ脱毛行く勇気ないな、ね、うん、VIO は同じくらい一定と言われる、あのケツやってみたよね、ケツやんなよ、あ、だってさ、ケツ毛ってさ、分からんじゃん、これどっかの普通のフリートークでやったかもしれないけど、はいはい、ケツ毛処理ってやりたいわけじゃん、人間やりたいね、どうやったって、はい、まあ、もう申し訳ないけど、はい、ここはなんか自分では見れないけど、はい、ひどいことになってるのは分かるわけじゃん、うん、どうせなってるわ、どうせなってるってやりたいわけじゃん、うん、でも他の人の証言を聞くと絶対にやれないって思うわけですよ、痛くて、うんうん、絶対にやっちゃダメだよって、だってただでさえここに問題があるんだよ俺、うん、そうだ ね、ちょっとでも矛先がずれたら、うん、とんでもないことになるわけですよ俺、サンサロみたいになる可能性があるよね、そうそう、切れていったら VIO じゃない可能性がある、ね、パイみたいな感じになると思う、ね、VI パイになる可能性がある、パイ、ね、パイってアップルパイの方のパイで当分されちゃって、ね、当分されちゃう可能性があるわけですよ、だからそんなことになったらたまらんでしょ、だから絶対できないよね、いや、やんな、無麻酔で、なんでお願いだ、お願い、無麻酔行ってくれ、電極耐えれてならいけるって、で電極は全然痛くないはずだったんだからただ俺のケツに深く刺さってしまっただけだよ、案件でいただきたい VIO、うん、ここでもな並んで並んで俺たちがこうやってなんでも言いますなんでも言いますこれでラジオやれって言われたらやれないもんね、ここにモニター置いて
エニカラって知ってますってえ あいつの住所います。インサイダー的なことを全部言ってしまうとしてね。通るわけねえだ。お待ちしてます、はい、脱毛案件よろしくお願いします。我々は 3D でこうやって寝そべっていつでも やる覚悟ができるんで、VIO 力士と一緒ならやります。